で、これも、構いません。まっすぐのような状態、何でも構わないんですけど、ね。普通によってこう帯状にしてください。こういう折り方してもいいです。構いません。どうでも構わないんですけども、まず帯状にしていただいたら、こうですね、しっかり押さえて、そして、できれば結び目は傷口ではなくて、毛口の上の方にしっかり固定する。どうぞ、隣同士で皆さんちょっとやらせてみてください。